第6試合バンタム級8回戦を行います。青コーナー12戦10勝 3KO 勝ち2敗、117パウンドフィリピンレネリオクイーゾー。3日後24歳の誕生日を迎えます。フィリピンレネリオクイーゾー。赤コーナー2戦2勝 2KO 勝ち118パウンド新生所属3KO と白星を伸ばせるか。浜口和樹は22歳、同じく166センチ、サウスポースタイプです。対して162センチのクイーゾー、この2人の対戦となりました。さあ放送席は久保俊選手、後輩が出場してきたということになりますね。楽しみですね、穴口選手。あ、そうですね、本当にすごい楽しみな選手ですね。なんかアマチュアボクシングの2007年までのアマチュア戦のルールの時のボクサーって、はい、ディフェンスを重視したタッチゲームのボクシングなんですよね。その技術を残したボクサーだと思っているので、まあ、けど今回ちょっとプロ仕様にしないといけないということで、はい、プロ仕様というかちょっとシフト、いつもよりもシフト重心を低くしてて練習をしていたので、はい、ちょっと悩んだ時期もあったみたいですが、ちょっと今日それがどう出るのかちょっと楽しみにしています。そうですか。ちょっとこう練習との違いだったり、この後見えてくるとまた面白いですね。そうですね、本来はもう足と距離感の選手なので、はい、そこをまあいろいろ試しながら練習をしていたので、まあ、自分が望む理想のスタイルではなかった部分もあったのかなって、そういう迷いもいろいろあったみたいなんですけど、まあ、最終的にはすごいそれがマッチしたみたいなので、はい、まあ、ここに間に合ってという形だったわけですね。そうですね、はい、はい、バンタム級53.5kg リミット8回戦右フック、まあ、クイーゾーもだいぶ体勢低くしたところに当て込んでいきます。サウスポースタイル穴口、身を沈めて右ボディを探るクイーゾー、左アッパー穴口です。出だしどうですか、穴口選手は。あ、いいですね、スピードもありますし、まあ、本来持って生まれた距離感もすごいいいですし、はいはい、その持って生まれたっていうところって本当に大事ですね。そうですね、まあ、ちっちゃい頃からの多分培ったものの距離感っていうのがあるんです、はい、あると思いますね。まあ、ボクシングを始めたのは6歳の時、はい、そうですね、すごいですよね。ですよね、はい、芦屋学園高校時代は2冠制覇、選抜、国体に優勝。対するクイーゾーの方はキャリアではもうこれプロで6倍の戦績ですもんね。あ、そうですね、すごいですよね。10勝3つの KO 勝ちを収めています。オーソドックススタイル。まあ、けど穴口選手はアマチュアの時に国際大会とかも出ているので、はい、海外の選手ともやっているという経験があるので、まあ、そこら辺は、はい、すごいアドバンテージだなと思うので、うん、はい、今日も別、まあ、いつも通り自分のボクシングを、はい、こう今探っている感じかなと思います。どこで どうしたらいいか、はい、まあ、久保さんも思えば、はい、東洋太平洋座獲得がフィリピン人選手相手でしたよね、はい、デビュー戦がタイ人ファイター。あ、そうです、はいはい、東洋、そうですね、はい、いろいろ思い出したりありますか。そうですね、僕はその試合が人生で一番体力的にしんどかったので。そうですか。さあここまででこの動き、穴口残り30秒となりましたが、まだこうやって右手高く構えて、まあ、それを触覚のようにしているような、レーダーのようにしているような段階でしょうか。そうですね、今距離感を探っているんだと思いますね、はいはい、まあ、全然僕はこれでいいと思います、はいはい、まず相手の動きも判断してという。残り10秒です、第1ラウンド。そうですね、相手のパンチ力どう動いてくるのか、どうするっていう、はい、そういう想定内なのかっていうのも、まあ、探ってると思いますし、オーバーハンドの左1つありました。ここで第1ラウンド終了です。全く表情変わりません。こっちも毎日の試合を進んで穴口和樹、こちらの表情です。マウスピース見えてますね。
まず最初の3分どうでしたか。まあ、全然僕はすごいいいと思いますね。僕はあのボクシングスタイルでいいと思うので、はい、で本人は多分今これ緊張してないように見えるんですけど、本人いつも緊張してますってめちゃくちゃ言うんで、はい、そうですか、はい、そんなボクシング全然そんなの見えないんですけどね。そうですね、堂々としてるので、まあ、本当にお話伺ってみないとみんなわかりませんもんね。そういうところは、ね、はい、って思います。はい、緊張感をいい方に味方につけてなんていう選手もいっぱいいますもんね。そうですね、はい、だと思います。大丈夫やな。まあ、そのしんどかったっていう東洋太平洋王座獲得の時は緊張感ってどうだったんですか、ご自身は。緊張なんかやっぱり初めてのタイトルっていうのでやっぱ大人な話、お金とかもあるじゃないですか。そういったことでいろいろ負けられないなっていう、でも大事なことですよね。はい、そうですね、プロフェッショナルですからね。会場もここでしたね、確か。はい、そうですね。さあ第2ラウンドです。そうですね、まあ、クイード選手がちょっとまた重心低くて、まあ、はい、1ラウンド目のままでダメだと、まあ、多分負けてきますね、はい、と思ったら出てきたので、はい、飛び込んできましたね。はい、そうなるとやっぱけど穴口選手の得意の中でカウンターもあるので、はいはい、まあ、こうやってよく見て今も右にコツンと当てる、左は下からややダイナミックにボディを打っていきます。ここも迎えれるような形、青柳のパンチ、まあ、必ずクイズが出てくると一発返しますね、穴口選手。そうですね、はい、まあ、けどクイズ選手も、まあ、やろうとしていることは僕は、はい、いいかなと思いますね。まあ、穴口選手も今のいいと思います。はい、右でボディを攻めました、はい、右でボディを返すクイズを、左フックシュート、一瞬目の頂点が止められましたね。アネリオクイズをこれでダウンです。穴口第2ラウンドにダウンを奪っています。ね、持って生まれたものがやっぱりすごいですね、はい、それを試合に出せるのもすごいです、はい、これもそうです、左打ち下ろし、はい、今の全然いいと思います。焦らずにボディーストから、はい、ボディーから座らす、座らす、上がまた当たると思うので、はい、打ち分けがあってこそなんですね。そうですね、はい、やっぱり反応してくる、左上を狙おう狙おうと思えばやっぱり流れてしまうので、はい、そうなると相手の距離にもなってしまうので、アッパー、右回ってストレート、ちょっと曲がるパンチまで当てる距離に来ているのでちょっと近くなってますね。これ面白いですね、はい、クイズの方もこれ挽回しなければいけません。そうですね、残り1分20秒でもまたガードの間から内容を見ている、はい、パンチにも動いています。右側へ右側へと穴口和樹22歳、2勝2 KO 勝ちです。まあ、大舞台も経験しましたね、4月 の、 あの村田亮太選手と源田寺ゴロフキン選手の埼玉スーパーアリーナ、まあ、やっぱり多分どこでも堂々としているので、はい、本人は緊張しているって言うでしょうけど、はい、さあここロープを背にしているのがクイーズを、まあ、一旦ちょっと距離取るようにしながら穴口選手ですね。ダリストレート、もう一発、三発、四発、右もいい形で織り交ぜてくる。ここも攻め抜き、そう見たか。あと35秒、バランスよくパンチを打ち分けて、さらに顔面左ストレート、ここも直線的、いい形取ってきます。クイーズをなんとか耐える、ここはクイーズを動きたい、しかし左のフック打って脱出しています。穴口連続攻撃ありましたね。そうですね、そこまでいないスタイルを取り入れてる、はい、取り入れられてたのですごいいいと思います。はい、より積極的にですよね、一打一打、ね、はい、強力に打ち込んでいくという拳でした。そうですね、手数だけを出すではなくしっかり力を伝える力で、はいはい、まあ、ここに来てもシフトチェンジ、成長の段階ということが分かりましたね、はい、そうですね、これができるというのがやっぱすごい、はい、そうですね、赤とあります。これは右目の下のあたり、はい、さて VTR あります。だからそれで最後に絶対上を、これを久保俊選手に分析していただきましょう。左躊躇せんと、まあ、けど本当に、はい、もう来たところに合わせただけだと思いますね、ここ穴口選手が得意なパンチではあるので、はい、いつもの出入り、タイミングさすがですね、こういうところ、はい、そうですね、でまあ、僕が正しいわけではないんですけども、まあ、僕が考えているそのずっと構えて構えていた、技術的なことがあって、その話をしたときに、まあ、一番この子があったので、対面したときにどこを見る、何が大切かっていう部分も大切にしている部分が一緒だったので、僕はちょっと、まあ、そういった意味でも、はい、頑張ってほしいという意味なので、はい、そういう共通項なんていう部分もうちょっと早く伺えばよかったかもしれませんね。うわ、そうですか、性格的にはどうですか。あ、そうですね、けど、
あ、すごい真面目な選手ですし、はい、はい、フィリピン人の、はい、フィリピン選手の方の特有のやっぱあれだけは気をつけてほしいなと思いますね。これ怖いですね。そうですね、まあ、向こうの選手からしたらもうあれしか勝機がないので、それをどう当ててくるかだと思うので、まず思い切ったパンチというのは怖さがあります。まあ、この前の試合ですよね、あの小谷俊平選手の相手、はい、アルマセン選手も思い切ったパンチありました。そうですね、はい、今回は4人のフィリピン人ファイターこの神戸にやってきています。さあ、しかし第3ラウンド、8ラウンドの中での3ラウンド目、ここからですね、どんな風に展望ありますか？あ、そうですね、まあ、けど穴口選手はさっきの展開のままでいいと思いますし、自分のボクシングスタイル、はい、あの子、あ、穴口選手は頭がいいのでどれを選択するかっていうのはすぐできると思うので。そうですか、はい、まあ、クイード選手は、まあ、もうあってに、まあ、ダウンも取られていますし、はい、まあ、ちょっと来ますね。そうですね、まあ、カットもありますね、はい、まあ、けど、あ、諦めずに、やっぱりさっき最後の終盤に結構やられても勝負を捨ててない選手なので、まあ、穴口選手もそこは気をつけないといけないなと思います、はい、そうですね、まあ、次の段階はと、はい、右クイードもその後すぐに反応しています。返す、右で測ってもう一発、まあ、だいぶ体勢も低い、身長差は4センチあります。高いのが穴口、赤いグローブです。残り1分20秒を切りました。左フックから右ストレートとクイーズを、クイード選手もあれですね、気持ちが強いですね、やっぱり勝負を捨てずに、そうですね、はい、強いパンチやってくるので、はい、まあ、リセットから修正あってというフックなんですが、肘のあたりも使った穴口しっかりガードしています。そうですね、いいタイミングですね、はい、そうですね、まず自分から落ち着いて相手の攻撃判断して、その後左ストレート、ちょっと相手を見下ろすような形になっています。右左、穴口ガードも硬い、ボディ打ち、そしてストレートの右、一瞬頭が近くなってきました。残り30秒切った第3ラウンド、左ここで拳回すようにボディへ、思い切って外からの左クイーズです。左ちょっとまぶたのあたりかすめたようです。2人もまだ探りながらなんでしょうかね。そうですね、まあ、けど穴口選手は本来はジャブも得意な選手なので、はい、まあ、そこからもう一回やり直すというか、そこからまた展開探ってもいいかなと思いますね、はいはい、まあ、作り直す段階もありそうという第3ラウンド終了です。ガード上げていってダンダン受けて、ボン、セコンドの声ちょっと聞こえてきましたがね、まあ、上げていってなんていうふうに聞こえました。これがクイーズを右のパンチ、反撃開始、のろしを上げたというふうにも見えます。そうですね、まあ、はい、クイード選手は今のでいいと思いますし、はいはい、穴口選手も、まあ、1回最初、まあ、もらってはいますけど、それ以降はもらってなかったので、はい、学習能力が高い選手なので、食らった後もすぐこう目開いてるんですよね、ちゃんと。そうですね、はい、あと、まあ、一回やっぱダウン取ってしまうと心理的にこう左手取ってしまうと左を狙いがちになってしまうので、本来の最初の方にあったジャブをもう一回使ってほしいかなって感じですね。やっぱりそれ忘れてはいけないんですね。そうですね、戦いの中でこうペースを忘れないって本当に難しいですね、はい、僕もそうです。このタイトルマグレでダウン2回取ってしまってしまう何をしちゃいますか。それのせいで死んのかったんですね。解説は元 WBA スーパーバンタム級王者久保俊さんです。さあ第4ラウンド、相手のボディへのパンチ見て右に穴口が動きました。この辺りから穴口選手は何を考えるべきでしょうかね、これ左から右、あ、まあ、今のでいいんですけども、ちょっと距離は近くなってきているので、まあ、クイード選手も もらう覚悟でもらってから当ててくるっていうこともして、はい、来れる選手だと思うので、そうなるとやっぱり距離を大事にしている選手っていうのは触れられるとやっぱりリズムが崩れていくので、はい、そこだけはちょっと連れ直してもいいかなって僕は思いますね。お話ありましたよね、そのリードジャブというところ、右手触っていけるか、はい、
まあちょっと、まあ、まあ結局距離が近くなってもそこを追ってたんで右フックにもシフトはできる選手なので、はい、まあもう一回ジャブからでもいいかなって僕は思いますね。あ、これも左からですもんね。はい、やっぱり必然的にガードが近い位置で距離が近くなっていくとやっぱ相手のパンチも当ててはくるので、はい、ボディへ左が強い、はい、でも右手前、はい、もらわないのが穴口選手なんですけどね、そうですね、はい、身体能力と、はい、よく見る、サイバイ、まあ、その動体視力自体ですよね、良さであったりクレバーさ、アマチュアの経験もあってここまで2勝2ゲーム勝ち無敗です。そうですね、はい、ボディ外から、まあ、けどボディ中央から、まあ、練習のことを出したいっていう、はい、もあるのかもしれないですね、はい、左、はい、やっぱり持って生まれたタイミングがやっぱりいいですよね、はい、そうですね、はい、この修羅場のリング上でいろいろなことを試してという一戦なのか、そうですね、本来もらわないためだけの足を使える選手なので、はい、左鼻柱トレーニングストレート、もう一発ガード一発になった、一辺倒になりました、そこに右から穴口が前に出てくる、あと40秒以上あります、はい、そうですね、はい、チャンスの時間になったようです。動きがちょっと鈍ったクイズを、はい、そうですね、話もあるようです。そこに左ストレート、顔面ちょっと、これ頭後ろに下がりました、クイズを左で押して触って右のボディ、左、これ右のフックです。さらにまた同じように右手前に構えています。これですね、感覚きっちり保ってからその後左はアッパー、左ストレート、頭を下げたところ、ここボディ打ち、右も織り交ぜて左ストレート、さらに追撃、時間がないが、ダウン以上奪えるか、穴口どうだ、右一つクイズを返しました、ここでラウンド終了です。ただ利用したちょっとこれ穴口選手の方もなかなかグラブしてるから楽しみだよな、ありますが、そうです、まあ、攻めましたね、もう全部プレスかけていって大丈夫、ええか、変に距離取るな、もういって変に距離を取るな、バーンでガードの上上げさせてからドーン、さあこれご覧いただきましょう、ドーン、ええか、久保選手お互いパンチありました、ありますね、はい、まあけど、まあ、タイミングが合ってるのは穴口選手なので、はい、はい、まあって言っても気を抜けないのは事実なので、はい、そうですね、そうそう、やっぱり練習聞いてちょっとやろうや、ここで体力的に落ちた部分があってもやっぱすぐまた気持ちで立て直してくるので、今2回4メートルだけが、はい、怖いですね、次そうですね、ガード上げてガード上げて、お前がもうここまでの流れ、序盤穴口が先手を取って第2ラウンドダウンを奪っています、はい、巻き返したクイーゾ、そしてさらにその後一手を加えたのが穴口の方でした。さあ試合は第5ラウンド8ラウンドあります、バンタム級の一戦、ここまで2勝負けなし2つの KO 勝ちを収めている穴口和樹、新生ボクシングジム大阪岸和田市出身です。この左アッパー、右、さあここです、ダメリオクイゾ、フィリピンからやってまいりました、これ左はボディから、開始から40秒の第5ラウンドです。だいぶまた距離近づいてますか。そうですね、まあ山下会長がプレッシャーをかけろって言っていたので、はい、まあ、それを実行しようとしている穴口選手なのかなと思いますね、はい、縮めたその後ですね、まあ、しっかりさあ、トライ、はい、左、はい、これまで2本とも決め手は左ストレートでした。そうですね、はい、はい、右手前、血を下ろすようにします。色を探ったり試してみたいこともあるでしょうしね、こういう時期。そうですね、はい、本当に試合が一番だと思いますもんね。そうですね、はい、それの距離感の合わせ方もまたしているんでしょうし、はい、はい、どういうクイーゾボディ、クイーゾにしても新鋭を一発食って本国に帰りたいところ。そうですね、それがすごい伝わる選手ですね。そうですよね、はい、必死に耐えてからその後強い拳があります。クイーゾ選手はもう合わされる覚悟でもう来てますし、はい、やっぱり多少のカウンターではやっぱり耐えてそのまま打ち返してきますね、はい、そこがもう、ね、はい、はい、今のように食らわせて自分は食らわずという局面も作ってきます。あの位置になるとやっぱり当たってはしま
右も当たる位置にはいるので、はい、ナグ選手も狙いすぎずに、はい、ある意味、クイズの方が当たっていきます。持ち替え、一瞬巻き込むようなパンチ、クイズをアッパー大きい、頭もだいぶ低い、中央からプレスをかけていきたい荒口、左で飛び込むクイーズを、左からアッパー、さらにストレートへボディ、ここはクイーズをガードしています。右で押す、距離感をしっかりものにしたいところなんですね。この辺りです、左ストレート、戦いのペースという点ではどうですか。あ、まあ、そうですね、まあ、いいですけども、まあ、本来の最初のもう一回右ジャブから立て直してもいいかなって僕は思いますね。まあ、本人たちがやっぱり練習していることをこう出したいっていうのも分かるんですけども、はいはい、あ、ここワンツー、左でもう一回追撃、ここで第5ラウンド終了です。ちょっと左の期待のところですね、先ほどのラウンドから赤く変色してもいる穴口和樹選手です。ちょっと怖いですね。さあ、はい、このラウンドはどうでしたか、久保選手。久保さん、そうですね、はい、まあ、穴口選手がやっぱりプレッシャーかけてこうダメージを与えたいっていうのと、やっぱりクイズ選手がやっぱりまだこう死んでいないっていうか気持ちがまだあるので、その中でやっぱりちょっと難しいところが出てくるなと。3番打ったらガード下がってくるから、どっかのチャンスでな、で相手が打った後はリセットしたらあかん、打った後すぐいっとかな、もうここからはもっとお前の躍動したボクシング見せなあかんで、お前なんかこんなもんじゃないんやから、ええか、もっと躍動して見せろ、のびのびいけ、もっと躍動して見せろという言葉もありましたが、その前に大変でしたね。あ、そうですね、はい、まあ、まあけど、まあ、最後の言葉が一番いいかなと思います。花口選手の性格を考えた上に、はい、本当に花口選手のボクシングってもう自由にやった方がいいと思うので、はい、まあ、本当にこうステップで待って左で突き刺すスタイルですもんね、はい、距離感を大切にするボクサーなので、はい、あ、今けどちょっとそんな感じの、まあ、本来というよりも自分自身がもともとやっていたボクシングで今ちょっと探ってるかなと思いますね、はい、それが自分の今一番やりたいボクシングになって一致すれば最高ですね。そうですね、はい、相手のガードも必ず下がってくるからという声もありました。お前はこんなもんじゃないっていう言葉もこう戦いの中で聞くとより力も湧いてくるんでしょうね。そうですね、はい、やっぱり、まあ、ただやっぱり、ね、相手あってのことなので、まあ、瞬時に本当に対面している選手にしか分からないことがあると思うので、はい、まあ、まあ別に穴口選手が会長と練習してきたことをどこで出すかだけだと思うので、はいはい、指示でやっぱりこれをしろって言ってしまうとやっぱそれを狙ってしまうのでワンテンポやっぱ遅れたりしてしまう、微妙な 0. 何コンマの駆け引きでやっぱり勝負が決まってしまうこともあるので、はい、まあ、人に言われていることですもんね、そこは。そうですね、やっぱりその、まあ、どちらをこう決断してやるかも選手本人っていうだかなって僕は思いますね、はい、まあ、それ判断できる選手って本当にこうクレバーだって捉えられたりするんでしょうね。あ、そうですね、はい、練習してきたことをどこで出すかは、はいはい、自分穴口選手を信じてもいいかなって思いますね、はい、まあ、山下会長も、まあ、穴口選手のことも、はい、信じてますし、まあ、お互いがそういった信頼関係できてると思うので、はい、まあ、本当に選手をこう信じて選手を知ってっていうのもセコンドトレーナーって本当に大変で大事ですね。そうですね、はい、あの左からボディ本当にそうだと思います、はい、ここストレート左で追いかける、右に動くイゾに左アッパー、捉えたか、右も一発、こうやってリードジャブ、またグローブは高く構えています。躍動感っていうキーワード心に残ります。それを自由にやりたいように発揮することができるでしょうか。穴口、赤いグローブです。これがプロ3戦目、高校2冠王者、まあ、ちょっと狙いすぎてる部分が出てきたので、はい、まあ、またジャブから立て直してもいいかなとは思いますね、はい、やはりそこなんですね、はい、大事なところは、はい、きっちり右リードジャブ、前に構えた方でチャンスを見つけられるか。左クイーズも放ってくる、
当たり、ここも距離が近くなる、ボディへ左をねじ込む穴口、お互いパンチ交錯、最後まで追いかけたのは穴口です。さあこのラウンドは新選手の先輩である久保選手、どんな風に捉えましたか。あ、まあ、最初やっぱちょっと足を使う展開に持っていきたいのかもしれないですし、まあ、けど大丈夫、全然出さないといけないっていうその葛藤があるのかもしれないですね、はい、やっぱプレッシャーかけて前に行かないといけないっていう、はい、これやったお前こんな試合しとったら俺ラーメン大戦争やな、ここだろうが。まあまあけど、はい、山下会長はいつもこんな感じなんで、ことで、はい、笑顔を、てかまあまあ気を抜かしてくれるというか、楽にさせてくれるので、はい、それだけ。で、一回当てたら、次繋ごうや。な、はい、次繋いでいこう。巻いて何もないから。はい。うん、一旦当てたら、繋ごうや。大振りだけ気をつけて。はい。セコンダラウンド本当にこういうアドバイスを長谷川穂積さんであったり久保俊さんであったり聞いてきたわけですね。そうですね、はい、僕はいろいろ面白いアドバイスありそうですけれども。そうですね、いろいろありますよね。ちょっとね聞いていると時間を取ってしまいますけれども、はい、さあ第7ラウンドです。この後期待していることも久保さんもたくさんあると思います。はい、まあ、ちょっと穴子選手が先、まあ、スタミナ的にどうなのか分からないですけど、まあ、ちょっと肩で息し始めてきているので、はい、まあ、こういったこともすごいいい経験になっているかなとは思いますね、まあ、今だけを見たらやっぱ本人がいろいろ思うこともあるんでしょうけど、はい、本当は倒したいとか、でも今後のことを見たときに、はい、あのいい経験に今なっていると思うんですよね、はいはい、で僕もあの長谷川さんに紹介してもらいました。そうですか。めちゃくちゃ、はい、もう自分行きたくなかった時があったんですけど、はい、試合内容悪かった、はい、だけど長谷川さんは今後のための試合だろってこう言ってくれて、はい、あ、そうやなって思うことがたくさんあったので、はいはい、まあ、無駄になることってないんですね。そうですね、絶対ないですね。まずもう穴口選手はまずその長いラウンド今やってるっていうだけでもいい経験になってますし、はいはい、確かに。またこういうファイター、まあ、主張しているファイター、ね、はい、そうです、やっぱりタフなので、はい、やっぱり1回ダウン取ってやっぱり倒したいっていう気持ちも分かるんですけど、そこでやっぱ自分も出しすぎて体力がこう難しくなったりするのも、そういうのも経験になると思うので、浦和戦でも一度ダウンを奪ったにもかかわらずその後倒せない、まあ、そういう中で気持ちの葛藤などもいろいろあるかもしれませんもんね。あ、そうです、そうです、本当にそうなんですよね。あ、倒した、あ、これだったらいけると思ってそこで、はい、倒してしまえば決断としてはいいんですけども、はい、けどそこで耐えられてしまったらどうなるのかわからない展開になることもあるので、はい、まあ、今その山登ってる最中ですね、穴口。そうですね、はい、左、まあ、でもこれちょっと顔を横に動かしたクイーズを。やっぱりフィリピンの選手の方々はやっぱりあれですよね、やっぱりタフなので、はい、僕だったらもうすぐ倒れてるんで絶対よく安定もらっても、はい、耐えれるなと。本当に彼らもいろいろな背景あるでしょうしね、背負っているものは多いでしょう、はい、23歳、まあ、同世代の戦いでもあります。ここ左のストレート、まあ、目は死んでいないクイーズ、そこにボディ打ちも穴口、左フック、残り30秒を切りました。右で頭を止める、より頭を低くするクイーズ、それを捉えていこうとします穴口。大きな経験の一戦、神戸市立中央体育館、サウスポーで右を高くして、さあいろいろ探ります。穴口オーバーハンドの右、一つ思い切ったか、右のフック突き出していきました。ここでラウンド終了です。さあ第7ラウンドが終わりました。穴口選手が、はい、緊張からの多分スタミナのロスもあるので、はい、ちょっとやっぱり肩で息もしているので、はい、口も開いてますもんね、はい、そうですね。ここは右に打ち込んでいきました。この辺りはどう捉えましたか。ちょっとこう首動かしてますかね。そうですね、もうやっぱり一個とよく見たらそうですね、距離を、はい、ディフェンスが相手が、やっぱり相手もやっぱりもう左だけを来るのをもう想定内でやってるので、ちょっとはい、ここでもう一回立て直していいかもしれないですね、はい、距離を取って、そうですね、はい、2試合目、1試合目の時に打った、はい、遠い距離からのワンツーっていうのが効果的かなとは思うんですけどね、はい、
まあ、クイゾ側から見ると、まあ、左徹底的に注意はしているわけですもんね。そうですね、まあ、でも、はい、もう自分のスタイルとしてできることが右のオーバーハンドになるので、はい、まあ、それをもらう覚悟でもう打ってきてはいるので、はいはい、さあ22歳穴口和樹高校2冠王者、これでプロ初の判定に突入するかどうかという第8ラウンドです。ビギフククイゾ、ここまで受賞しています。最終ラウンドと思ってあれですね、はい、そうですね、まあ、先ほど多少食らっても、まあ、肉を切らせてという戦いだろうという久保俊選手の久保俊さんのお話ありました。バンタム級8回戦まあローブロー終わったか、まあ、最後のラウンドこういうこともありますもんね、男性になってきました、はい、速攻です。右下から強い一発、さあ、今、声をかけるとしたら何ですか。最初の話は自由に自分のやりたいことをやっていいと思います、はい、まあ、クイズ選手も、はい、来ているので、まあ、そこだけ気をつけてほしいですけども、はい、そうですね、ボディ打ち、ダブルには一発左で返した穴口、ちょっとスタミナのロスで、はい、やっぱ状態からにパンチがなってきているので、クイド選手からしたらちょっと怖さを感じないのかなと思いますね。はい、まとまってもさらに前にということになりますよね、クイズを。そうですね、はい、タイミングだけで当ててはいるんですけど、やっぱ状態だけで打ってしまっているので、はい、やっぱりそうなると浮いているので、はいはい、パンチ浮いてくる。そうですね、下半身が浮いて上半身が当ててるので、はいはい、力の使い方が相手には思った以上に変わってないのかもしれないですし、左ここはやや打ち下ろし、大切な経験です、この戦い。さあ残り70秒を切りました。3勝3連続 KO となるか否か、原口前に出てくる、左フック強打はスクイーズを、また今度は逆側右に回ってきます。一旦今度はまた左へ、また改めてガードを高くします。穴口話を見て口を開いているのはスクイーズを、いいだこれ右からですね、リードジャブから、はい、あれで、はい、そこからもう一回自分のボクシングを作って左ストレートを左から当てればいいなとは思うんですけど、はい、その一つの形、あと30秒余りでまた見せるか、それとも左、長い距離のアッパーもあります。プロ3戦目、アマチュアでは76戦経験した穴口、22歳。さあ近い将来を見据えてこの戦い経験はあと10秒、どうだ時間内に倒せるか。左のストレート追いかけていく、右フック引っ掛けるようにする、追い詰めていきたい。ここで試合終了です。8ラウンド戦いました。フルラウンドとなりました、穴口和樹 VS ラネリオクイゾです。さあ今現時点でのお気持ち、久保選手、久保さんはいかがですか。穴口選手の表情を見るとやっぱりすごい不満も、不満というかやっぱいろいろ思うことあるんでしょうけど、はい、まあけど経験としては良かったと思います、まあ、今後これをどう生かすかですよね、はいはい、まあ、大事なのはこれから、はい、まあ、それから久保さんの時には長谷川さんがその試合見ていてくれたと、そうですね、はい、助けてくれたのでいつも回転の結果を発表いたします。さあジャッジ田中浩二78対73、ジャッジ半田高樹79対72、ジャッジ今村智弘80対71、以上3対0の判定により勝者赤コーナー穴口和樹、これでプロデビューから3連勝無敗としました。判定は3対0、1人は78対73、1人は72対72、最後は80対71、9ポイント差もいました。この後勝者インタビューまであるものと思われますが、穴口選手について改めてこれ久保さんから伺いましょうか。そのインタビューいきますね、先に聞きましょう。それでは勝者インタビュー、穴口和樹選手でございます。まずは判定勝利おめでとうございます。ありがとうございます。試合を振り返っていかがでしたか。
そうですね、1回何ラウンドか忘れたんですけど、ちょっとダウン取って、本当はちょっとそこで仕留めたかったんですけど、まあ、自分のちょっと体力のなさと、そのまとめる能力がちょっとなくて、判定までちょっとずるずるいっちゃって、しょうもない試合してすいませんでした。デビューからノックアウトできました。今日は初のフルラウンドということで、その辺はいかがでしたか。そうですね、せっかく2試合とも、TKO で勝って、全部試合 TKO で本当は勝ちたかったんですけど、ちょっと今日でその夢が終わっちゃいました。はい、今後の反省点はありますか。そうですね、反省点というか、今回ちょっと試合の1週間前にちょっと体調を崩してしまって、この試合1週間前にまだまだ練習もできず、ちょっと調整不足というか、あんまり練習コンディションで試合に臨めなくて、まあそれも結局言い訳なんですけど、自分の体調管理が全然できてなくて、で試合もちょっとこのような結果になっちゃったんで、次の試合はしっかり万全な体調でいいコンディションで試合ができるようにまた一から頑張っていきます。それでは最後に今日応援してくださったファンの皆様にどうぞメッセージお願いいたします。お盆というお忙しい中、たくさんの応援が、応援に来ていただいてありがとうございました。次の試合はもっと、皆さんが納得いくような試合で終わらせれるようにもっともっと頑張ります。今日はありがとうございました。判定がございました。穴口和樹選手でございました。さて穴口選手です。久保さん、1週間前体調崩していたという言葉ありましたね。それも含めて、まあちょっと体力的にもきつかったのかもしれないですし、まあけどいい経験にはなったと思います。まあ、本人が求めている理想が高いので、まあ、本人としてはそれでいいと思いますし、まあ、本当に周りの見る目というのもついつい理想が高くはなってしまうものですよね。はい、しかもやっぱり実績があるので見られるし、まあ、まとめる能力がなくてなんていうにも反省はしていました。まあ、しかしダウンのシーンありますかね、 VTR。 はい、あ、これないようですね。まあ、とにかくラネリオクイゾという、こうフィリピンのファイターを一つそんな体調の中で乗り越えたということを財産にしてもらいたい穴口和樹、これで3勝0敗です。ラネリオクイゾというフィリピンのファイター。